他では買い難い、いい経験ですね。数々の経験をさせていただいたなっていうことで、本当にありがたく思ってます。What's up, everybody? 今日は2022年3月20日ですね。北川が2021年の2月の配信分から約1年間にわたってですね、令和の虎っていう YouTube 番組に虎として出演をしてきたんですけども、今月をもってですね、引退させていただくことになったので、その引退の経緯なりですね、北川の思いというものを語らせていただこうかなというふうに思ってます。で、まずは結論的なことをざくっと言うんですけども、僕自身がですね、もともと、令和の虎への出演回数というものをだんだんと絞っていこうというふうには思ってた最中ではあったんですけども、昨日ですね、北川の問題行動、問題のある言動があってですね、ご迷惑をおかけしてしまうことがありましたと。で、北川の場合はですね、また今後も起こしかねないなと、ご迷惑をおかけしかねないなということもあってですね、北川の方からその引退を申し出てですね、今月の収録分をもってですね、終了となるという運びになりましたと。で、この令和の虎はですね、僕自身も出させていただく中でですね、本当常々社会的な意義がありすぎるなっていう風に感じてまして、で、もうだからこそですね、まぁ、今回の賭けポーカー云々の騒動を機にですね、もういろんな諸問題出てきてしまってますけども、ぜひ全て解決していただきたいなっていう風に思いますし、で、僕の今回の引退もですね、それらの諸問題の解決に一石を投じる形になっていただけたらいいなっていう風に勝手ながら、僭越ながら、思っている次第ではあります。はい。で、僕がですね、出演回数を絞っていてたっていうのが、その北川の投資スタンスにその理由がありまして、で、僕自身がですね、お金を出すだけじゃなくて、志願者さんの事業に関わりたいっていう虎の一人ではあるんですよね。なのでですね、お金を出してそれが増えたら嬉しいっていう感覚がなくて、僕が番組に出るにあたっては、志願者さん、これから事業頑張っていこうかっていう方と関わらせていただけるってこと自体が、僕にとってはですね、価値があってですね、この番組に出てたっていう、形でですね、その志願者さんの事業に関わろうとする以上は、その人数にはやっぱりちょっと制限を設けないといけないなということもあって、僕としてはですね、出演当初はですね、次に4回出たり3回出たりっていうのを繰り返して、3回だったものを2回にしてですね、最近だったら月に2回出てたんですけども、時期に月に1回に絞っていかないといけないなみたいなことを、考えてた、さなかではありましたと。そんな中ですね、先日から始まった虎の子たちを守れというコンテンツですね。今回の騒動でですね、交番となった、虎たちがですね、絡む、虎の子たちのビジネスを止めないためにですね、事業相談であるとか、資金支援を、その残った虎たちで行うっていうプロジェクトですね。こちらの方もですね、虎のグループラインでも呼びかけられて、僕自身も正直参加したいところではあったんですけども、九州に行く日程とかがですね、都合がつかずに参加ができなかったこともあってですね、で、この、今週でも流れてたそういう、虎の子たちを守れのコンテンツがですね、視聴者の方と同じタイミング、同じ情報量で情報を受け取ってるっていうことは正直あるんですけども、それもあってですね、北川的にはちょっと見るに見れないというか、もう本当に耐え難い、内容になってるなっていうふうに感じてしまってるんですよね。本当に志願者さんたちに本当に申し訳ないなと思いますし、今日の配信も見ましたけど、なんかちょっと耐え難い感じでしたね。で、一人目の月経リスクの向井さんですね。トモハッピーから66万円、林社長から66万円、トモハッピーからはお金は66万いただいたんですけども、今回のことがあったので、一旦お返ししますと、返金しますと。で、林社長はもうそもそもお金もらってなかったので、もう辞退の形になったと。で、お二人からですね、132万が、預かれるものが、ですね、いただけるはずのものがいただけてないと。で、お金足りるんですか大丈夫ですかって言ったら、お金は必要なんだと。で、それ、必要なお金はですね、どうするかって言ったら、自分で集めるから大丈夫だと。で、それもですね、銀行だったりとか、公庫。すいません。銀行だったり、公庫から、融資を検討されてるっていうことで、大丈夫ですということみたいなんですよね。で、向井さん自身は、自責志向で素晴らしいっていうふうに思うんですけども、これ番組的に大丈夫かなっていうことは正直思っちゃいましたね。というのが、令和の虎ってオールアナッシングってキャッチコピーがついてるじゃないですか。だからオールアナッシングなのに132万が欠けた状態でオールなのかなっていう、疑問というか残念な思いもしながら、ただですね、向井さん自身が
前向きに事業を進めていこうかというふうにされてるところだったので、まあもう、北側が出る幕じゃないし、まあいいかというかですね、もう残念な思いはしながらも、まあ仕方がないかなっていう感じでは見てはいました。で、二人目のですね、マンゴーホルモンの高橋さんですね、希望金額200万円のうち、株元社長から100万円、で、林社長から100万円。で、このお二方に関してはもう投資が、まあ、そもそも実施されずにですね、辞退をされる形になってしまいましたと。で、もう配信から半年ぐらい経ってる方ではあるかと思うんですけども、まあ、虎たちとほぼ連絡がつかない状態で、まあ、実際にですね、マンゴーホルモンをウェブサイト等を使って売り出していこうというプランだったかと思いますけども、ウェブサイトを作る際でも、まあ、ほぼ連絡がつかなかったりとかですね、まあ、きっとそれで不安に感じられたからでしょうけど、ご自身で宮崎の企業にですね、サイト制作を依頼されて、事業は今実際前に進んでいってるということではありましたと。で、ただこれもですね、まあ、出資遅延があったってことなんですけども、これ自体が本当に賭けポーカーの話と関係ない話になっちゃってるんですよね。で、まあ、むしろその賭けポーカーの話があって、このプロジェクトがあったことで、まあ、明るみになったことでですね、まあ、それもですね、包み隠さず、オープンにされてるっていう姿勢は、本当に運営として主催としてもすごいなと僕も思うんですけども、本当に、もう見るに耐えないような内容ですよね。で、これもですね、僕自身も思い当たる節がありまして、まあ、僕自身の、は遅延っていうものはないというふうに認識してるんですけども、僕が絡んでる、志願者さんでですね、他の虎の方が、まあ、レスが遅いとかですよね、あと、出資遅延というものも、よくありましたし、あと、未だに不履行だっていうケースもあります。はい。で、そうですね、出資が遅いとか不履行だっていうこともあるので、僕自身が立て替えてるケースもよくとは言っちゃあれですね、何件かあります。はい。で、まあ、そういった北側も知る限り散見されてたりとかですね。で、まあ、この何ヶ月かでもですね、僕が絡んでなかった志願者さんの方でも、僕に相談があることもあって、かなりの数ですね、あるんだろうなっていうことは、感じていました。で、そういう中で、まあ、岩井社長にも、そういう事実はお伝えもしながら、相談もしながらではあったんですけども、まあ、今回の、この、高橋さんのケースもですね、ちょっと、なかなかひどいなっていうことはありました。はい。で、3人目のキャビア鈴木さんですね。まあ、この、あ、すいません、その前に言います。2人目の高橋さんに関しても、ご自身で、もう、今回お金は辞退されたんですけども、まあ、前向きに事業を進められてるってことで、これもまあ、僕の出る幕じゃないとは思ったんですけど、3人目のキャビア鈴木さんですよ。で、希望金額500万円ですね。この500万円も投資は未了の状態ですと。で、これも収録から4ヶ月経って、鈴木さんが契約を作成中だから、鈴木さんのターンだから、それで、鈴木さんが待たせてる側だから、虎に責任がないんだっていうような話ではありましたと。で、トモハッピーと林社長から100万ずつ出る予定だったんですけども、お二人が大好きだし、どうしようかなっていうことは悩まれてましたね。で、まあ、広告から問い合わせがあってですね、で、お二人から出資出てませんかみたいなことで、問い合わせがあったから、ちょっとそういった面の不安もあってですね、お二人からの出資は辞退されたと。で、残りの方からの300万分は実行予定だっていう話がありましたと。で、まあ、ここまでの話だったら、まあ、その、向井さんだったり高橋さんの話と変わらないんですけども、2回目のタイガーファンディングにも挑戦されるっていう話もあって、で、タイガーファンディング以外でも事業の資金を必要とされてる。って言うんだったら、どうなんだろうかなと、またちょっと事態が違うのかなっていうふうに思っちゃいましたと。で、まあ、そもそもがですね、契約書を、鈴木さんがですね、今作ろうとされてるということなんですけども、まあ、これに関しては、僕の考えとしては虎側がリードすべきことかなっていうふうには思ってしまってるんです。で、なかなか契約書って作る機会ないじゃないですか。ましてや、その、事業をこれから起こそうかっていう方が契約書。で、それも、融資の契約書ぐらいだったら作れる方は多いでしょうけど、事業投資、株式が絡まないような事業投資の契約書を作れと言われて、作れる方はなかなか僕は少ないという認識なので、僕が基本的に、僕が絡んでる方は、叩き台を提示するようにしてます。で、ケースとしては、お守りインクの石川さんだったりとか、アフリカの事業のですね、野呂さんなんかは、VC とかでもですね、いろんな契約書を締結してることもあって、ご自身で、進めていただいてますけども、それ以外の方に関しては僕が、叩き台を出しながら進めてるっていうような、形になってます。で、まあ、だから、
まあそうですね、鈴木さんのケースがどうだってことじゃないんですけど、4ヶ月経って出てないってどうなんだろうなっていう感じは受けちゃいましたと。で、あとですね、200万円辞退をした上で2回目のタイガーファンディングってなってしまうと、2回目で仮にオールが達成したとしても、1回目の穴埋めを2回目でするって、それどうなんだろうなと。オールはナッシングじゃないどころか、どういうことなんだろうな。じゃあ2回目も出なかったら、じゃあ3回目も挑戦があるのかとかですよね。じゃあ他の方も、今回出なかった方とかでも、じゃあ2回目みんな挑戦していくのかみたいな、いろんな問題がこれは生じてしまうのかなっていうふうには思いましたと。で、まあそうですね、向井さん高橋さんに関しては番組を頼らず辞退されたということですけど、鈴木さんに関してはまだ番組を頼っていただいているということがあるので、うん、でしかもですね、2回目のタイガーファンディングに出たところでオールが約束されているわけではないじゃないですか。っていう意味では2回目挑戦してナッシングだったら、じゃあどうなるんだろうっていうことはありますよね。でなので、この騒動を理由に辞退された200万に関しては、とりあえず他の虎で埋めてから次に挑むべきじゃないかなっていうことは僕の考えとしてはあります。でそういったこともあって、こういうコメントを残しちゃいましたと。で当日九州まで行けずでしたが、とりあえず200万円北側から出しますので、その上で次のことを検討いただく感じで大丈夫ですよと。でお二人からの出資が決まれば変わる感じで大丈夫です、諸事情あったかと思いますが、まずは番組で成立した金額が配信後遅滞なく虎から志願者に渡るのは最低ラインの話だと思いますというコメントをしちゃいましたと。でまあ、このコメントをするときにも、正直頭はよぎりましたと。で何があって言ったら、岩井社長に一声かけた方がいいかなとは思いました。はい、思いましたけど、もう事前連絡なくコメントをしちゃいました。はい。で、それもまあ理由というか言い訳みたいになりますけども、虎の子たちを守れっていうこのコンテンツですね、北側を含め視聴者の方にとってはちょっと情報が断片的なのかもしれないんですけども、不協和音しか残らないような内容になってる気がするんですよね。なのでこのまま放置は僕はできないって思っちゃいましたね。もう次々と登場されるたびに誰も出てないですもんね。お金が出てないどころか、誰も穴埋め、お金穴埋めしないとかっていうような状態になっててですよね。なんかこれ、しかもその1回目の足らずを2回目タイガーファンディングやりましょうかみたいな、そんな話あるかっていうふうにも思ってしまってですね、なんかこのままちょっと放置できないかなっていうふうに僕は思っちゃいましたと。で、なのでですね、仮に僕がそういうコメントをして、で北側からの投資を受けていただく形、穴埋めができる形になったらなったで、まあそれはそれでいいですし、でまあそれが何かの理由でいらないんですよって言われたら言われたで、別にそれでいいんですよ。それが僕は視聴者の方にも見える形にならないと、この動画だけが残ってしまったら、これわけわかんないんじゃないかなっていうふうに僕は思ってしまったんですよね。でもしですね、僕が岩井社長に言う形で内々で話を済ましてしまった時に、北側からの出資を断れるパターンがあった場合に、番組側からのそのオールを達成した際のですね、金額の代替案っていうものが視聴者の方に示せてないっていう形でことが進んでいくことになってしまうので、それはさすがにまずいだろうっていうふうには僕は思ってしまったので、内々で話をするんじゃなくて、まあちょっとひょっとしたら岩井社長から言われるかなとも思いましたけど、あえてですね、事前連絡なしにコメントを入れちゃいました。はい。で、まあそうですね、感情的になってた部分は正直否めないですけども、うん、やっぱりですね、まあ、僕もそもそも問題だとは思ってましたけど、岩井社長からも事前連絡なしのコメントに対しては、ご指摘はいただきました。はい。でですね、まあ、そういった点ではもう、この度は本当にご迷惑をおかけしてしまいました。はい。申し訳ないです。で、そうですね、もう本当に諸問題がですね、いろんなものが噴出してきててですね、で、今回でも出資遅延が、もともと僕も認識してましたけども、僕が認識しているものよりももっと多くあると。であるとか、社内ベンチャーの話もですね、上口さんの話もあってですね、ルール化ちゃんとした方がいいだろうとかですね、僕は今回の非完全オールですね、オールになったものの一部の金額がかけた状態で事業が進むっていうことも、全てが全てダメとは言い切れないかもしれないですけども、何かしらですよね、その500万だったものが300万になって2回目挑戦するって、それはどうなんだろうなっていう感じは本当にしてます。でそういう諸問題ですね、まあ、本当僕の方も一虎としてですね、解決に向けて寄与していきたいなっていうふうには考えてましたけども、まあそうですね、まあ、僕は番組が好きすぎるからっていうことがあるのかもしれないですけども、なんか感情的になってしまう部分があってですね、今後もご迷惑おかけしてしまうだろうなとも思ってですね、で実はですね、過去にも一度ですね、
まあ、僕自身がですね、ご指摘なりご迷惑をおかけして、脱退してたトラから外れてた時期もあったんですね。なので、まあ、そういう、まあ、過去の前例もあり、で、今回のこともありで、またご迷惑をおかけしてもいけないので、まあ、今回はこれが引き際かな、ということで、決意をさせていただきました。はい。で、まあ、そういう中で、まあ、そういう気持ちの中でですね、今日も4人目の、シマウマバーガーの町口さん、淡路島バーガーの町口さん見ましたけど、そうですね、希望金額300万円がこちらもまだ未実施だと。で、これも諸事情がきっとあったと思うんですよ。あったと思うんですけど、ただ、僕が知る限りというか番組で見えてるものですよ。でからしたら、神戸にお店を出すための300万だったかと思うので、神戸にお店が出てるのになんで300万が出てないんだろうっていう説明は欲しいんですよね。もし理由があるんだとしたら説明が欲しい。で、実際出てない状態で、ただまあ、町口さん的にも別に金額的には大丈夫と。お金は大丈夫だけど、アドバイスが欲しいっていうことをしきりに言われておられたので、北川もですね、フランチャイズ版タイガーファンディングで町口さんの時に僕虎だったので、そこでも面識があるのと、まあ、それもあってですね、本編のタイガーファンディングに出る時もですね、横に、座ってですね、応援してたっていうこともあってですね、まあ、それとファンクラブも入られてるんで、まあ、その点でもですね、オフ会とかでもいろいろお話もしてることもあってですね、今日電話しました。はい、電話してですね、月内にですね、淡路島に行ってコンサルさせていただくことになりました。はい。で、もう北側に限らずですね、町口さん、いろんな方からのアドバイス必要とされてると思うので、はい、虎の方たちもですね、声かけてあげてほしいなというふうには思います。はい。で、町口さん以外もですね、きっとお困りの方おられると思うので、まあ、元虎の北側でよければ、アドバイスぐらいはできるので、そうですね、それもツイッターとかフェイスブックとかに、令和の虎志願者の何々ですっていう風にスタートしてもらったら、僕全部読めますんで、日々ですね、なんかいろんなメッセージが、来てしまうので、ひょっとしたら飛ばしてしまうかもしれないんですけども、令和の虎志願者の何々ですっていうところでスタートしていただいたら、僕も読むことができるので、ぜひそういうメッセージいただけたら、対応させていただきますし、ご相談に乗ることは、はい、させていただけたらなというふうには思ってます。で、まあ、資金的な援助に関しては、すみません、これはできる方、できない方、ケースバイケースが、すみません、あるかもしれないんですけども、その点も、ご相談したい方は言っていただいたらいいかなというふうに思ってます。はい。で、まあ、これもですね、虎の皆さんもご支援いただけるとありがたいなと、もちろん、僕は言わずともやっていただいていると思うんですけども、はい、支援いただけると幸いですと。で、まあ、改めてですけども、北側はですね、この度虎を引退します。はい。で、今日の配信、まあ、この動画をですね、配信する時点からは、収録済みの方がもうお二人おられるので、それも、あれですね、この月末までにお二人配信されることになってます。はい。で、まあ、ただもう今後の収録が僕はないですということですね。で、あと、今後もですね、変わらず志願者さんとはお付き合いをさせていただきたいなと。で、これも、虎じゃなくなったんだったらもう付き合いたくないですって方がおられたら、それはもちろん言っていただいたらいいんですけども、まあ、むしろ今まで以上に関わることができるかなとは思ってはおります。はい。で、それも完全オール、条件付きオール、ナッシングの方に関わらず、僕としては今までも関わってきてるつもりですし、今後も関わらせていただきたいなというふうに思ってます。はい。で、僕自身がですね、令和の虎ファンクラブ出身の虎の第1号として、2021年の2月からですね、今月まで虎として、そう出演させていただいたんですけども、まあ、先ほども軽いように一時期ですね、9月だけは僕登場してないので、はい、純粋にですね、ちょうど12ヶ月出演したことになるんですけども、本当まあ、田舎のというか地方都市のですね、中小企業のただの社長がですね、本当虎をさせていただいてですね、で、本当見てる方からしたらですね、本当に会社の規模的にも全然大きくないですし、他の虎の方ともですね、なんで肩を並べられるんだろうなっていうような感じで思われた方もいるかもしれないんですけども、本当に、はい、自分としてはですね、他では買い難い、いい経験ですね、数々の経験をさせていただいたなっていうことで本当にありがたく思ってます。はい。で、今後はですね、元の通りですね、まあ、今までもそうですし、なんなら虎の期間もファンクラブのメンバーだったんですけども、今後はですね、もう一ファンクラブのメンバーとして、令和の虎を楽しんでいこうかなっていうふうに思ってます。はい。で、もう繰り返しですけども、令和の虎ってもうあまりにも社会的な意義のある番組ですし、もう今回の騒動を機にですね、もう諸問題をぜひ解決していただきたいです。でも、アダルトチーム中心にですね、頑張っていただきたいなと
思いますし、今後も多くのビジネスをですね応援していただきたいなと思ってます。で、視聴者の方もですね、僕もそうなんですけども、一緒に令和の虎楽しんでいきましょうということで、いってらっしゃい。